さあ、また最後にね、もう本当におたすたさんは。最初の2試合、普通にまともなコスチュームだったんだよ、この人。そして COC のキャラクターのセルバンテス対、はい、この変態の馬ですね。セラ、これなんていう、あ、普通に変態って書いてありますね、背中には。はい。さあ、エースラギー。ちょっとエースラギーの数数えてみましょうかね。あ、また打った。あーっと、銃が入る。下段。また打とうとしたね、今。4回。これで4回目ですね。さあ、銃がしゃがんでいる。投げすかにきっちりダメージ取って。さあ、有料速だから。投げは抜けて、ピーつぶすが、きっちりかかん。さあ、きっちりスカ角取って、しかしダメージこんだけですね。かわいそう。はい、6回目。7回目。ああ、8回目。エースラビーでしかダメージを取っていない。完全にこの人、フランスで。ああ、あとまたエースラビー。4回目。またエースラビー。ダメだろ。エースラビーだけで勝ちました、この人。さあ、投げを通して、速だ。ああ、またイスラミ。あと相打ち、これ美味しい。この人フランスでも完全にエスラミで味を占めてますね。って言ってきたガード。さあ、ダメージ取って、有利から、あー、潰していった。割らずに取って、これは理想的な展開。ぶっ刺してダウンに一発当てる。逃げガード、エースラビ。おっと、入れ替わって、これはゲージの無駄遣いになってしまった。あっと、割りたかったところが、あー、これは割ってきっちり落とす。ということで、第49回ソウルキャリバー5週末大会は、